どうも皆さんこんにちは、のってんです。どうも愛好家ですね。じゃじゃーん、スライム入りのテープボールを切ってみようと思います。テープテープ、はい、最近ね、テープボールって言って、テープのこの粘着部分だけをぐるぐる巻きにしたっていうものが流行ってるんだけど、このテープの中にスライムを仕込むと、すごいドバンって爆発するみたいなんで、今回やってみようと思います。で、このね、中のスライムはタプタプスライムにしたから、結構すごい爆発するんじゃないかな。やばそう。さあ、果たして、切ると中はどうなっているのか、早速やってみましょう。スライムの本、好評発売中。詳しくは動画説明欄からチェックしてみてね。はい、ということで今回準備したテープボールこんな感じです。結構ね、大きくできたよ。どうだろう、テニスボールより一回り小さいぐらいかな。なんか比べるもの、あ、ゴキブリと比べるとこんな感じ。ゴキブリよりはでかいね。あ、ふん転がしぐらいだ。イエーイ。で、触り心地は結構ね、スクイーズぐらいプリプリしてる。なんかね、前作ったテープボールは消しゴムぐらいの硬さだったんだけど、中にスライムが入ってるからかな、結構プニプニしてる。かわいいね、スクイーズ。よし、じゃあね、これ早速切ってみたいと思います。ちなみにこちら制作時間8時間ぐらいかな。結構頑張った。いや、もうほんと元気玉ならぬ努力玉だね、私の努力玉。よし、じゃあね、このスライム入りテープボール切ってみようと思います。いやー、努力玉どうなるか。でもね、正直ちょっと心配なんだよね、どのぐらい爆発するのか。よし、じゃあこの辺真ん中切ってみます。せーの、でね、おお、あ、来てる来てる来てる。この辺はまだ普通のテープボール、怖え。大丈夫だ、あ、大丈夫だ、あ、大丈夫だ、爆発的なさ、爆発的な感じないのかな。私の8時間がこんなにぬるっと出てきてる。ちょっとテープボールさん、もうちょっと破裂しないかな。私これすごい頑張って作ったんだけどな。うわ、終わり。いや、でも正直ね、心配はあったんだよね。なんかさ、テープボールってぐるぐるテープを巻いて、どんどん圧をかけてくって感じなのね。で、その圧がスライムを押し上げるって感じなんだけど、なんかね、ちょっとテープの質が微妙で、あんまりね、ぐるぐる巻けなかったんだよね。ほら、そう見てもさ、なんかボコボコであんまり綺麗になってないんだよね。うわー。ちょっとこれは、残念。もうせっかくだから顔描いてみようかな。ちょっとでも楽しもう。ちょっと想像以上にやばい感じになってる。うわちょ、大丈夫かなこれ。なんかこんな動画にするつもりじゃなかったのに、かなり閲覧注意の動画になっちゃった。まあこれ緑でよかったよね。変にさ、肌色とかオレンジっぽいぐじょぐじょのやつだったらね、ちょっとキモい感じになってたかもしれない。まあ、こういう動画もね、たまにはアクセントになっていいよね。うん。まあ、でもせっかくここまで来たから、最後まで切っちゃおう。8時間かかったから、いっぱい楽しまないと。ドゥドゥーン。あー、でもやっぱ全然圧かかってないね。あんまり割れてこない。わー。なるほどね。結構ね、テープボールのテープって当たり外れあれっぽいんだよね。だからどうかみんなも当たりが来ますように。ダメだ。ぐちゃぐちゃ。ちょっと最後、ハサミで切っちゃいます。ジョギーン。わあ、なんかこんな風になってるんだね。結構ね、しわくちゃな感じ。うわあ。そしてやっぱり中もあんまり綺麗に巻けてないね。なるほどね。はい、ということで、初めてのスライムテープボール、無事失敗でしたー。うわあ。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね、初めてのスライムテープボールこんな感じになっちゃったんだけど、まあね、顔とか描いてなんだかんだ楽しかったです。いやでもね、やっぱりちょっと悔しいから、またね、テープいろいろ買ってみて、これはいけるっていうのがあれば、ぜひね、リベンジしたいと思うので、楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー、わー。